はい、皆さんこんにちは。アイスターンチャンネルのたくみです。はい、今回はですね、松明を敷くためにまずですね、このようにフェンスをやっております。はい、ほのぼのとフェンスをね、ポン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 置いてきております。でですね、まあ、松明をポン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 置いてるわけなんですけども、先ほどですね、冒頭部分でですね、牛さんを攻撃してしまいましたね。ちょっと、やっぱ動物は大切なのにね。でね、これあっちの家族ができてるんですよ、牛の。いやー、マジでここの村は牧場兼村みたいな。あ、いいっすね。あー、でも村中に動物が湧き出るのは嬉しくないな。嬉しくないな。それは嬉しくないけど。でもね、結構ある程度ね、こんな感じにね、フェンスでやっているんですよ。よし、でも今フェンスなくなっちゃったな。でね、一つ皆さんに残念なお知らせなんですけどですね。実はですね、動画データ、破損してしまいまして、実は言うと、この一個前に頑張ってね、いろんなものやってたんです。今ね、フェンスをなんか、撮らない感じで、なんていうの、フェンスをやってるとこはあまり映せない感じの動画の始まり方だと思うんですけど、実はもともとは一つ一つ動画でフェンスやってたんですね。で、いざちょっとそのファイルを、のやつをですね、パソコンに出力してみたら壊れてまして、ファイルデータが。まあ、いろんな試行錯誤をしたんですけど、ダメです。ファイルデータが、ファイルが破損していて再生できませんでした。まあ、そんなこともあってですね、いろんな面白い展開があったにかかわらず、仕方なく違う動画、この動画を撮っております。ちなみにその動画でどんなことがあったかっていうと、自分が、ですね、村の周りにポコポコ、フェンスをですね、敷いてたというか設置してたんですね。そうしてポコポコ設置してたら、いきなり目の前にね、エンダーマンがボーッと現れたんですね。いや、スクショしとけばよかったな。でもスクショなんてしてる場合じゃないですよ。本当に目の前にエンダーマンドアップがボーンって映し出せてね、叫びましたね、マジで。いやー、これはね、動画にしたかったなーっていうね、ちょっと今残念な思いが、ね、ありますが、まあそんなものもよくあることでしょう。というわけでね、早速ね、またフェンスをポコポコ作りまーす。やっぱね、クリエチューだからね、自称クリエチューだからね。まあそんなこともいろいろ起きるんでしょう。仕方ないことなんですよ。仕方ない。よし。仕方ないから39個作りましたよ。多分足りない39じゃん。なんだ、一つだけ。どこだ？ここか。ここをフェンスゲートにすれば、ちょっと村の玄関口っぽくなりますね。おお、いい感じ、いい感じ。次にここだけ最初にタイマー置いとくか。うん、それっぽい。でですね、ポコポコでやっていきまーす。ああ、自分ですね、花粉とかのアレルギー持ちなんですよ。苦しいですよ、本当に。わー、ちょっと待って。あ、でもいいや、別にいいわ。うん、おお、なんかたくさん動物いるな。楽しい家だな。ほう。意外とくるくる回って遊んでるから、なんか可愛らしいですよね。敵とは覚えない。ねですね。これは攻撃はしたくないですね。やっぱね、クモ実はやっぱ優しいですよね、クモは。やっぱね、今、私にこの踊りを披露してくれたんですよね。まあ、そうやって生活していくとなんか、味方が変わるっていうね。でもその味方が変わるっていうのはね、多分重要ですよ。何を語っているんだってね。でもマイクラはね、そういうのがいろいろ楽しい。マイクラは遊び尽くしたいね。で、なんで魔物を持ってるかっていうね、ことなんですよね。簡単に言うとね、このね、なんか仕切られてるんだよ、こうやって一部の家が。このね、一部の家の仕切られてるね、フェンスをいただこうっていうね、鬼畜ですね。器物破損ですね。および、不侵入、住居侵入の疑いですね、こちらは。構いませんね。やっぱ、今日からこの村の主は俺なんで、いや、何しようが、俺の自由なんで。嘘です。村人村長がですね、村長がトップですよ。トップ、そういう話じゃないんですよ。やっぱね、村をね、どれだけ愛してるか。でもね、やっぱね、そういうなんかシティというかなんですかね、街っていうか都市というか、そういう雰囲気も大好きなんですよ。このなんていうかね、村の、なんか村人がなんか、みんなでなんか協力してなんか頑張ってますみたいな、わかりますかね。そういうのもいいですよね。なんか、見た目的に。はい、こっちも完成してるんです。見た目的にね。で、どの辺まで柵をやればいいんだ。こっちの方がいいか。まあ、柵足りないね。足りないね、柵は。相変わらず足りないね。原木がもったいないな。あー、あともう少しなんだけどな。よいしょ。よしおー、スパイダーさん。ダンスを見せてくれるね、スパイダーさんは。相変わらずですよ。ダメです。攻撃しますよ。あと、やばいな。体力的な問題が発生している。これはね、
小麦を植えねばならない状況ですね。どうしよう。まずパン食って、で、まず原木を木に変えよう。ね、原木種の意味ないから。はい、よし。間違えて、はしご作っちゃって。はしごとね、フェンスは似てる部類ですよね。うん。あ、そんな話はどうでもいいや。とにかく、村の安全を願って、フェンスをやっていこう。これどうしよう。もったいないよね。やっぱ自然の地形は残したい。というわけで、村を小さくするしかないよね。ああ、もううざい。うざいよ。うざいよ。こういうのね。うん。フェンス、ちょっとどうにかなんないかな。な、もうちょっと怖いから、あらかじめ壊しとこう。よし。おお、角ができたぞ。よし。お、端っこと端っこがつながる日が近づいてるぞ、これは。よいしょ。よいしょ。でね、サバイバルのことはですね、やっぱね、いろんな実況者さんの動画をね、たくさん見ているね、弟にね、聞きながらやりたいと思います。ああ。いや、サバイバル、やっぱ面白いよね。いやー、でもね、ここ最近マジでサバイバルへの考え方が変わりましたよ。面白いなーって思うようになりました。やっぱね、いろんなものをやるのがいい。ちょっとマジで勘弁。ギリギリ足りないところかマジで勘弁。マジで勘弁だよ。ギリギリ足りないところかマジで勘弁だよ。ちょっと待って。ちょっと、見える範囲なのに足りないというね。いやー、でもね、自宅が近くなんで安心ですと。でも、これ、木なんて持ってなくていいからさ、とっとと作ろうぜ。よいしょ。フェンスを作って、仕上げを行こう。よし、ついに終わるぞ、これ。ついに終わったぞ。よし、よっしゃー、また作ってしまった。よし、よし。はい、終わりました。村の周り全部フェンスです。はい、こんな感じで、結構地形を意識してます。よし、これで安心じゃないんですね。これで安心じゃないんですね。ではね、早速ね、松明置いていきたいんだけど、夜だ。寝よう。寝よう。危険な行動はしたくないぞ、俺は。違う。こっちこっち。で、まあ、とりあえずブロック系のとこ、あ、こっちは作業系か。ないね。全然ないね。全然ないわ、置くものが。フェンスもこっちか。よいしょ。じゃあ、まあ、いいや、ブロック系のとこに。いやー、木がなくなったな、ついには。これはどうにかせんといかんってやつだな。とにかく多くのやつを半分にするけど。はい、こんな感じに作りました。ではね、早速寝てね。次の日に備えましょう。よし。では、朝なんでやってきまーす。よし。松明を置いていこう、松明を。あ、でもまずか。まず外のやつを入れないようにしとかないとまずいか。じゃあね、自宅付近、ここから始めていこう。よいしょ。え、こんなもんなの？どんなもんだろう？これか。こうか。まあいいや。まあいいや。これでいいや。これでいい。これネズミ返しって本当に意味あるんですか？俺今さっきほら、登ってますけど。
ネズミじゃないけどさ、スパイダーが。スパイダー返しをね、つけていかない、いかないとまずいですからね。で、ここなんかちゃっかり道なんですよね、こういうの。いろんな場所からね、出入りできるようにしたいものです。よいしょ。あー、操作慣れてないな。ここ、登れないの、これ。登れる、登れる。よいしょ。無理だよ。もうそこはね、君のためにわざわざね、ハンブロックやってんだから。これは何ですか？これは何ですかね。これは何ですかね、本当に。私としたことがやってしまいましたね。本当にぐたってますね。危険だ、危険だ。あ、こっちにもサブあるんだ。なんかこの村田んぼ多いかな。ま、田んぼマスターじゃないんでね、田んぼのことはわからない。ちょっと待って。ちょっと試しに全部向けていこうか。よいしょ。おーおー、なんか作ってある感するわ。いいね。よし。なんか砂もあるからガラス作りやすそうだなって今思ってます。ね、せっかくかまども作ったしね、まだ初かまど始動してないんでね。よいしょ。よいしょ。よし。あれ、ブタちゃんちょっとね。はい、はい、はい。はい、はい、はい。あー、ダメかー。いやー、やっぱうまくいかないもんだな、こういうのはな。ゆっくり丁寧に作っていこう。あれ？ちょっと待って、今ネズミ返し意味がなかった。ダメだ、やっぱ周りの土か、排除しないとまずいなぁ。あ、しょうがない今のは。周りの土だなぁ。よし。ネズミ返しを作っていきましょう。ほんと大丈夫なのかな、ネズミ返し。ちょっと。これは、ちょっと待って。やべえ、落とすな。はい、大事件です、大事件です。ありえないほど深い深穴に落ちました。え、これは大丈夫？これは大丈夫なものですか？これは大丈夫なものですか？え、ちょっとこれはまずいでしょ。え、これまずくね？ああ、もう最悪や。いや、クリエイティブなら飛行できるのになって考えてしまいます。くっそ、今木材だから、あれだ。ブロック化しねえから上に登れねえ。